こんな感じで部屋をスキャンしてサーバーに送って、iPod タッチで見るっていう感じのアプリです。製品の特徴、こんな感じです。製品の構成、ルームスキャンっていうシステムは、以下の2つ、 Windows 専用ソフト、ルームスキャナーと iPod Touch 専用ソフト、ルームスキャンビューアーでできています。じゃあまずルームスキャナーの方を見てみます。これがルームスキャナーです。ちょっと面倒なんで、カメラを読み込むことできるんですけど、今回は前回のキャプチャーを読み込みます。こうして4つの、部屋の壁が出るわけですけども、ここで、読み込んだ画像の中で拡大したい部分、リンクさせたい画像をリンクさせたい部分だと四角で囲みます。囲むと見えるかな、こういう風に赤い四角が現れます。こう番号付きでこうリンクする、位置とその埋め込む画像の、指定ナンバーが、表示されます。これをデータ出力すると部屋のこの埋め込む画像の、位置とかが、出力されます。それから、この辺のコントローラーパネルで、その四角の選択とか、削除とかをします。大量の画像をアップロードして、閲覧できるようにするシステムなので、このように、一気に、アップロードするファイルを指定して、サイズを指定して、サーバーに送る仕組みをとっています。はい、で実際の、このキャプチャー画像を取得して、サーバーから取得して見るビューアーの方ですが、このようになってます。ルームスキャンビューアーです。このように、タッチ操作で見ることができます。拡大操作もできます。ピンチで、メニューから番号を選ぶと指定した番号の壁に飛べます。そして先ほどリンクしたところをクリックする、ワンクリックするとこうターゲットが出て、ダブルクリックすると埋め込んだ画像が見れます。今回はちょっとこの壁のこの四角でしたが、普通はホワイトボードとかに埋め込んで拡大とかできるようにします。例えばエアコンとかに埋め込んでみると、こうエアコンの情報が見れるみたいな風にしても面白いかもしれません。以上です。